皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もファンダム JP 様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル74イータ簡単の夢です。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル74イータの基本情報です。レベル74イータこと簡単の夢の理解度は 20% です。危険度は5分の3です。あと今回の情報はファンダム JP 様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。ここは本当に実家なのだろうか。レベル74イータはザ・バックルームズの74イータ番目の階層です。ここは人間自身の記憶に干渉しており、ザ・フロントルームズで強く記憶に残った場所が継ぎはぎになっている空間です。しかし自身の覚えていない部分はグリッチしており、そこに触れるとランダムなレベルにスポーンするようです。またそこに出てくるであろう人物について覚えていない場合は、その空間に人は登場しません。逆に人物について覚えている場合は、人物に似た存在が出現するようです。ですがそれの名前はとてもこの世の言語では言い表せません。ただこの空間の不思議な力によって、その名前が知人のものと錯覚してしまうことがあります。なおこのレベルを出るとその効果は失われるようです。ここではレベル18のような中毒性のある空間があると報告されています。それは大体が自分の寝室のような空間で、ベッドに眠るとそれで感じられる安心感は他のレベルの比になりません。また物資は一生分あるため、ここで生涯を過ごす人間も多いようです。しかしこの安心感こそ罠なのよ。人間が一度この空間に入ってしまうと、他人に呼ばれない限り自分から出ようとしないようになってしまうの。そしてそれにつけ込んで稀にとある存在が人を誘拐してしまうこともあるわ。しかし他人は誰もその人を助けようとはせず、部屋から出た時にその人がいなくなったことを初めて知るでしょう。このレベルで眠ると夢を見ることがあるわ。その時見る夢はザ・バックルームズを脱出するまでの過程を書いた夢ね。この夢を見たことによってザ・バックルームズの脱出方法を知ることができたと思い安心するらしいの。しかし実際に試すと、どこか危険なレベルに飛ばされてしまうらしいわ。さらに稀に完全にザ・バックルームズを脱出する夢を見ることがあるの。この夢を見てしまった人間はザ・フロントルームズに帰れたのだと勘違いしてしまうらしいのよ。でもこれによる影響はまだ確認できていないわ。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル18またはレベル4イータで誰かの帰るよという言葉が聞こえた時に反応すると、レベル74イータに移動する。ザ・バックルームズ全域にて実家を思い出すと稀にレベル74イータに移動します。最後に出口です。レベル74イータで家の窓から飛び出すと、レベル41イータに移動する。レベル74イータで襖を開けると、レベル75イータに移動する。レベル74イータで家から出ると、レベル3イータに移動する。レベル74イータでグリッチした箇所に触れるとランダムなレベルに移動します。というわけでレベル74イータの紹介でした。思い出の場所を再現してくるのか。空間自体に悪意はないようだけれど、出られなくなるのは厄介かもしれないわね。というわけで今回はここまで。リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。その日から始まるのは